こんにちは、ピアノスタジオの生徒さんの皆さん、お元気ですか？こちらの動画ではですね、南国ピアノスタジオの、メンバーページのことについてちょっと説明させていただきたいと思いますけれども、メンバーページの方で、普段皆さんと一緒に勉強している音楽理論などについての解説の動画をアップしていきたいというふうに考えております。すでに何人かの生徒さんはレッスンで音楽理論のお勉強をしたりとかしてると思うんですけども、一様に皆さんに同じことを喋っているなということを感じまして、その話のために時間を割いてしまうのはちょっともったいないなと思うようになったので、これを動画で公開してですね、ご自宅で予習復習などに使っていただければ、もちろんレッスンの場でも解説必要であればしますし、質問があれば受け付けますので活用していただければというふうに思います。すでにレッスンの時間でその理論の解説をさせていただいた方々、時間を使ってしまいました。申し訳ございません。こんな短縮する方法があるんだったらもっと先にやってくれよということでもあるんですけども、ご理解いただければというふうに思います。はい、細かく分けてできるだけ噛み砕いて分かりやすくで、分からないっていう質問が来たらその質問の返答についても動画に上げていくっていうんで、どんどんパワーアップさせていきたいというふうに思っておりますので、皆さんのレッスンに役立てていただけたらというふうに思います。以上です。よろしくお願いします。